皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学2年生の数学ミニ式の計算の7、今回は分配法則の利用の1回目です。ここに2つの計算があります。この2つの計算、分配法則を利用して答えを求めていきます。括弧1、4括弧 A-3B 足す3括弧 2A 足す 5B、 この式、分配法則、つまり前の4と中の A とマイナス 3B をかける、ここの3と括弧の中の 2A と 5B をかけると、こうやって括弧を外すんですね。ですから 4×A 足す 4×マイナス 3B と、足す 3×2A 足す 3×5B と計算すると 4A-12B 足す 6A 足す 15B と、これを同類項同士でまとめます。まず並び替えをしておきますね。 4A+6A-12B+15B ですね。計算すると 4A+6A で 10A-12B+15B で +3B と、 10A+3B、 これが括弧1の答えです。括弧2番です。2×6x+4y 括弧閉じて -5×2x-3y、こちらは前と後ろ足し算だったんですけれど、2番は前と後ろ引き算になっていますよね。この足し算っていうのはミスは少ないんですけれど、これここが引き算になっちゃうとミスする人多いんですよ。だったらどうやってミスを減らすか、私はこう考えています。ここの引き算の部分、これを足し算に直して括弧の中の括弧の符号、これを逆にすると、そうすると上と同じ足し算の形になるのでミスが減ると、こう思っているんですね。ですからここ引くを足すに変えます。そうしたら後ろの括弧の中の符号、 2x は -2x、 引く 3y は +3y になって、上と形が同じになりますよね。この状態で分配法則で括弧を外します。イコール 2×6x 足す 2×4y 足す 5×-2x、 ここね、符号が逆になったんで -2x になりますよね。足す 5×3y と計算すると、 2×6×12x 足す 8y 引く 10x 足す 15y 同類項同士にまとめていきます。イコール 12x 引く 10x 足す 8y 足す 15y、計算すると 2x 足す 23y と、 2x 足す 23y と、これが括弧2の答えになります。このように分配法則を利用して計算することができるんですね。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。